はい、秋山。そうです。ね、デビューしたね。帰ってきました。デビューしました。中日戦、3番スタート。はい。ね、やりました。やりましたよ。待ってました。待ってました。まず赤いユニフォームどうでした？いや、もう見慣れてる。いや、メジャーでも来てたから、はい、まあそんなに違和感なくね、まあ見れたけど、ホームとか、あの変わってないな、あんまりな。あ、そうですね。西武時代と全く変わらずに、まあ全くっていうこともないけど、まあほぼ変わらずに、まあ打席の姿は見れたけどね。まあ、中日戦で、まあ久々帰ってきて、ベール脱いだということですけれども、4打席ありました。はい。まあ結果から言うか、はい、そうですね。はい、4打数の2安打。2安打。はい。まず1打席目三振。はい。これね、松葉だったんだよ、中日が。はい。で、西武時代に松葉と対戦あるんだよね。だからまあそういう安心感はあっただろうね。ああ、もう知ってるっていう、でもね、相性はねあまり良くなかったらしいよ。あ、そうなんですね。だから1打席目三振したんだけど、はい、大丈夫かと思ったんだけどね、まあチェンジアップで三振したのかな、はい、見逃しのね、で次チャンスで回ってきて、まあセンター前、まあ当たりは良くないけど、当たりが良くなくてもヒットコースに飛ばすのが秋山だよな。そうですね。それは感じた、すごく、だからバットコントロールは衰えてないという。はい、で3打席目はライト前ヒット、はい、まあ、肩口からのこう緩いカーブ、やっぱ逃さないな、いいバッターって、甘いボールをね、で基本的に秋山っていうのはまっすぐ待ちの変化球は溜めて打つという、そのためがしっかりできているということを昨日感じて、あ、これはもう大丈夫っていうふうに思った。あ、もう昨日の打席を見てヒット打ったあの感情を見て、いや、だから2打席目のセンター前なんかは、はい、やっぱいい当たりじゃないけどもヒットコースに飛んでいく、まあセンター前ね、ピッチャーの頭越えてったんだけどさ、まあでもそうやって飛んでいく、で変化球投げた、甘かった、溜まった、打ったっていう、だこれができるとまあまあ技術的な衰えもないし、メジャー行っても変わってないなっていうような気がしたね。ただ昨日は松葉という、知ってるピッチャーだっただけに、まあ安心感があったと思うんだよね、まだそのイメージができるから、あの対戦した時のことを思い出せばね、でバッターって忘れないしさ、どういう球質かとか、どういう球種を持ってるとか忘れないから、まあ、そこら辺での安心感はあったと思うんだよね。で最後ネオに対して、まあファーストゴロだったと思うんだけど、ちょっと差し込まれてたね。だから不安があるのは速いボールが来た時にちょっと向きになるという。それ西武時代もそうだったんですか？いやー、西武時代はそんなこともないと思うよ。だって秋山がいた当時っていうのは、パ・リーグにものすごいいいピッチャーもいたから、まあ今がいないっていうわけじゃないけどね、早いピッチャーもいたから、それに対してその対応もしてたし、だけどネオに対してのその速いボールに対してはちょっと向きになるようなところがあったからね、まあそこら辺が今後どうなっていくかという。それやっぱりあの初対戦っていうこともあったからっていうのあるの？まあ確かにね、だから松葉という知ってるピッチャーが投げてきたから良かったけども、まあこれからはある程度初対決っていうのが多くなってくるから、どう対処していくか、していくかだよね。だそこら辺がこう楽しみだなっていうね。で一回、まあ、メジャーに行って、メジャー そのピッチャーと日本のピッチャーってまた感覚戻すのにちょっと どうなんですか、時間がかかりますか？いやいや、向こうで対応しきれなかったっていうのは、日本の感覚が抜けなかったから対応できなかったと思うんだよ。まあ、対応ができないっていうよりも、まあ、出番がなかったというね、出番をもらえなかったっていうことなんだけども、その感覚が抜けてればメジャーでも成績は残してると思うよ。だから筒香も向こう行って対応がね、最初できなかったのは日本の感覚、タイミングの取り方だとか、そういうものが抜けなかったんだよね。だから対応が効かなかったけど、昨日のあの157、8キロのセンター前に打ってたけど、あれなんかもうタイミング取ったらすぐバットを出してさ、対応してたもんね。だからそういうピッチャーは日本にいないから、だからその感覚が残ってるから日本でも通用すると思う。あ、じゃあすぐ対応が効くと思う。じゃあ逆に、まあ、なんていう、いいっていうことですよね。そう。で鈴木誠也が向こう行ってすぐ対応できたでしょ、ある程度、これは国際試合をたくさん経験してるからだよ。あ、だからそこでその外国人のピッチャーのタイミングだとか間とかそういうのを分かってるから、で最初その4番を打たされて ものすごく四苦八苦したのは、まあ、そのタイミングが取れないから、でもタイミングが取れるようになったらコンタクトはできるわけだから、で秋山だってそうだし、鈴木誠也、筒香だってそうだ、これはねこれから楽しみだよ。
おお、秋山選手。いや、早いと思うよ、順応していくのも。あ、そうなんですね。どうも、あの、何言ってんの、まあ、日本で一番1年間でヒット打った記録を持ってんだよ。そうですよね、西武時代に。あと打順が3番だったんですけど、はい、これはね、まあ、例えば今怪我人で西川とか、うん、そういう人間が抜けてるよね、はい、まあ、それによってじゃないの。本来だと豊さん的にやっぱ1番って感じなんですか。まあ、西武時代もありますけど、やっぱ1番がいいな、うん、やっぱ1番で一番確率の持ってるバッターが1番で出てくると、やっぱり嫌だよ、はい、ですよね。だから阪神がこうやっていくのは近本の、ね、安定した力とか、はい、ヤクルトがいいのは塩見の力とか、やっぱり1番バッターのその存在っていうのはすごく大きいよね、はい、だから巨人がやっぱもたつくっていうのはさ、やっぱり 1,2 番が固定できないもんね。そうなんですよ、ね、だから固定してるところはある程度やっぱ上位に来てるよ。で DeNA もやっぱ桑原がやっと良くなってきて1番固定には多少なってきてるけど、はい、まあ、それまで固定できなかったもんね、なかなかね、うん、だから秋山っていうのは体も強いし、一番固定になってくると広島の A クラスは見えてくるよね。おお、まあ、セリーグがね、とにかく今ヤクルトが、まあ、首位独走で、じゃあ2位3位どこのチームが来るかっていう中の争いが今後こうなってくる中で、やっぱりその秋山選手っていうのは一つポイントを握る選手を広島獲得したっていうことになる、まあ、そのために獲得したと言ってもいいよね。あ、うん、だから秋山の力っていうのはこれから大きいと思う。あとはじゃあ残りの5チーム、その秋山選手対策みたいな感じはどういうふうに逆に取っていけばいいですか。いいバッターは対策取れないんだよ、うん、打たれるから。何をしてもですか。まあ、でも打たれても3割だという居直りはできるんだよ、はい、だけどその対策って言ったってさ、対策してたら歩かすしな。あ、まあそうか。いやいや、だから対策ってなかなかないんだよ、ね、やっぱり勝負なんだよ。で打たれたらしょうがない、はい、その3割っていう確率を秋山は持ってるだけでさ、うん、ね、だからいかに避けるかっていうことはできるけど、はい、対策って言ったってどのボールにも対応してくるよ、うん、そりゃ対応してくるよお前日本で一番打ってんだって1年間そうですね。そうだろ、そりゃ対応しきれないとそんな記録できないから。確かに、うん、そうですね。でもここからね、順繰り秋山選手がセ・リーグの、ね、5チームと当たっていくので、うん、いろんなピッチャーとどういうふうに、まあ、そうだな、すごく楽しみだなっていうのは、うん、まあ、楽しみだと、もういきなり夏だから、はい、でメジャーで、試合ずっと出続けてないから、はい、だそこら辺での体力の衰えだとか、うんうん、これは戻ってくるとは思うけど、はい、ちょっと心配な部分ではあるよね。で最初からね、やっぱね、何でもそうだけど新しい環境だと張り切るんだよ、うん、そしたら疲れちゃうんだよ、はい、だからその疲れがどこら辺に来るかっていうこともあるし、うん、でも昨日のバッティングを見てる限りでは、うん、もう対応はできてくると思う。おー、やっぱさすがですね。いやー、やっぱね、当たったらヒットコースに飛ぶような感じのバッターだよな。そうですね。 あとあの2打席目で帰ってきて初ヒットを打った時の、うん、あのちょっとほっとした笑顔というか、あれもなんか一塁上でちょっと遠慮がちのこんななんか思いでやるんだとはっきりやれよみたいなさ、なんかそのいやでもそれは ね、メジャーではできないから。あ、打ったからってこんなことでやったら報復が来るからそうだ、だからそんなできないから、まだそこら辺では抜けきれてないと思うけども、うん、やっぱこれから秋山の打席っていうのはすごく楽しみだよね。そうですね。ちょっとなんかそこら辺もあの赤いねユニフォームを着て、はい、早くなんか広島のこう一員というか。そうだね、はい、まあ、昨日もねポジション的にはセンターも守ったりだとかしましたね。いろいろしてるから、うん、まあどこをやらそうかとか、うん、打順とかも3番に入れたけど、はい、これからこう秋山の扱いっていうのをどういうふうにしていこうかっていうのをプレーをさせながら決めていこうかなっていうことがあるよね。あ、だからこれは一つの固定になってくると、うん、一つのポジションは秋山で埋まるわけだから、はい、それはやっぱこう安定してくるよね広島も。そうですよね。特回引っかえ誰かを使ったりだとかさ、うん、そのいい人をこう入れたりするわけじゃないから、うん、だからここはここに秋山を任したっていう風になってくると、うん、打順もそうだけどもこれは安定してくるよ広島は。そうですね、楽しみだよね。楽しみですね。はい、はい。